わずか27年の人生を風のように駆け抜けた伝説の女優夏目雅子さん。意外な旧姓の真相や心をえぐられるような人生に驚きを隠せませんでした。それでは見ていくことにしましょう。夏目雅子さん、本名は西山雅子、旧姓は小伊達。1957年12月17日生まれで、神奈川県横浜市出身。身長は164センチ、血液型 B 型。活動期間は1976年から1985年。学歴は東京女学館短期大学を中退。実家は亀甲屋という日用雑貨店をしていましたが、東京五輪の際にその店舗をビルにして貸しビル業をしたところ大成功。もともと六本木でしたが、そこから高輪、そして横浜市での自宅は敷地250坪のある豪邸だった上に、立山にも別荘がありましたから超セレブだった夏目雅子さん。しかし高校時代の面白いエピソードがあって、学生時代の彼女のあだ名はガテピン。どうしてかというと、テストで悪い点数の時に限って夏目さんは、ねえ見て見てと友達に答案を見せびらかしたからだそうです。彼女ならではの照れ隠しでしょうか。3歳上の兄と10歳下の弟がいて、趣味は毛糸の編み物、デッサンやことで、俳句は東京俳句クラブに所属して、俳号は渡摘、いけばなは草月流だと言います。小学3年生の時にドラマチェコちゃんハーイを見た時から子役に憧れるようになりましたが、母親の猛反対に相断念。しかし17歳の時に見た映画ひまわりでのソフィア・ローレンに魅了されて女優になることを決心した夏目さん。1976年に父親のつてで CM 出演が決まります。ですが厳しい校則の学校だったために中退を余儀なくされています。母親の猛反対を尻目にドラマ愛が見えますかのヒロインに応募者486人から選ばれて念願の女優デビューを果たします。しかし初めてということや盲目という難役だったために、なんと57回もの NG を連発して降板までささやかれたほどの稚拙な演技をお嬢さん芸と揶揄する者まで出る始末。とはいえこの美貌が評判を呼び、次々に CM が決まっていきます。その中でも彼女がブレイクしたきっかけは金ボウ化粧品のキャンペーンガールでした。その眩しすぎる姿で早速ブレイク。ポスターが街角から消えてしまったそうです。それだけでなく夏目さんにとって運命の人との出会いがあったのです。その人とは夏目さんにとって最初で最後の夫となる伊集院静香さんでした。当時夏目さんが20歳、伊集院さんが27歳でした。1978年伝説のドラマ「西遊記」でその神々しいばかりの美しさが評判を呼んで一気にスターダムを駆け上がると、昭和映画史の金字塔と語り継がれる映画鬼龍院花子の生涯での凄まじい演技で日本アカデミー賞優秀主演女優賞、ブルーリボン賞の主演女優賞を受賞して、一気にお嬢様芸というレッテルを払拭。舐めたりゃいかんぜよというセリフは当時流行語となりました。しかし順風満帆の女優業とは裏腹に、実は夏目さんは3年にも及ぶ不倫関係に落ちるのです。その相手がブレイクのきっかけの CM でプロデューサーだった伊集院静香さんでした。出会ってすぐに交際を始めた2人ですが、当時電通の会社員だった伊集院さんにはすでに2人目の子供がお腹にいる奥さんがいたのです。その後1980年に離婚が成立するまでの3年間
二人は不倫関係にあったといいます。そして交際期間7年目にして1984年、二人は結ばれたのですが、その陰では略奪婚と揶揄する声も。それでも夏目さんの弾ける笑顔に救われたような気持ちになったものです。一説ではこんな噂もあって、実は伊集院さんは前妻と離婚後、夏目さんと結婚するまでの4年間、なんと桃井かおりさんとも交際していて三角関係だったとも言われ、さらに驚くのは、夏目さんは結婚までの7年間に伊集院さんとの子供を何度も身ごもっていたそうなのです。しかし愛する人の子供を出産する夢はついに叶うことがありませんでした。これほど待ち望んだ結婚生活もわずか1年で終わってしまうのです。あの病魔がささやかな幸せをも夏目さんから奪い去ってしまうのです。その病の正体とは血液のがんと言われる急性骨髄性白血病。実は夏目さんは独身時代にも難病のバセドウ病を患い、甲状腺を手術していて、白血病が発覚したのは結婚した翌年の1985年、夏目さんが初主演の舞台の愚かな女の公演期間中のことでした。10円玉ほどの大きさの口内炎ができ、さらに激しい頭痛など、舞台に立っていられないほど体調が悪化していたにもかかわらず、夏目さんは立ってでも舞台に戻ると泣きながら病院へ行くことを拒み続けたそうです。しかし共演者の強い勧めで慶応義塾大学病院に行ったところ、急性骨髄性白血病と診断され緊急入院。残念ながら無念の降板となります。それでも4階の病室から飛び降りてでも劇場に行くと、錯乱状態の夏目さんを兄たちが必死に食い止め、治療を説得したと言われています。しかし夏目さんには本当の病名は隠したまま重度の貧血と説明していたそうです。復帰を目指して決して弱音を吐かず治療に向き合い続けた夏目さん。そして病気が発覚後の伊集院さんは仕事をすべて辞めて最後まで懸命に看病していたそうです。後に著書の中で、1億円というお金が用意できなかったために米国の先進医療を受けさせてやれなかったことを断腸の思いを込めて吐露しています。それに効果の高い新薬も副作用で髪の毛が抜け 30% 以上の確率で命を落とすというもので、母親は新薬の治療に大反対したのですが、2度の抗がん剤治療でも病状は改善せず、家族は新薬とその副作用を夏目さんに伝えると、私は三蔵法師を演じて日本で一番坊主頭が似合う女優って言われているのよ、そんなこと気にならないわと夏目さんは言い放ったそうです。それからは辛い治療に耐え続け、ついには白血病の症状は消えて一時は回復が伝えられた夏目雅子さんですが、まさかの事態が起こります。風邪から肺炎を併発して奇跡まであと一歩だけ及ばずに、そのまま天国に召されたといいます。実はその肺炎になる直前、夏目雅子さんは神宮の花火を一緒に見たいと伊集院さんにねだって聞かなかったのだとか。一時病状が回復した入院中の8月2日、慶応病院の病室の窓から伊集院さんに抱きかかえられながら眺めた花火は、彼女のあのつぶらな瞳にはどんな風に見えたのでしょうか。その時の光景をこんな風に、観覧の音なき空に星花火、締め切られた窓越しに音もなく花開き、開いては星屑のように消えてゆく花火、これが時世の句となろうとは、眩しく儚い彼女の人生を思わず重ねてしまいます。唯一の救いだったのは
母と娘だけの濃密な時間を過ごせたことではないでしょうか。夏目さん亡き後に設立された夏目雅子ひまわり基金は、母の亡き後は兄が引き継いで、がん患者へ無料でカツラを貸し出すなどしているようです。某 CM で彼女の弾けるような笑顔を見るたびに、骨髄バンクがその頃あったらと、残念に思えてなりません。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？夏目雅子さんの大好きな花は、ひまわりだったそうです。美しくも儚く散った大輪の花。夏目雅子さん、どうか安らかに。